日本茨城県つくば市磯部磯部は、茨城県つくば市の地名。郵便番号は300-4248。つくば市北西部に位置する。桜川が作る、中石地とつくば地からなり、前社に、安森と磯部、後社に、荒谷の集落がある。水田の広がる地域である。東は田中、西は高谷原神殿、南は赤石、北は、 ほらした、池田と接する。安森壺にある安森遺跡からは、弥生時代の土器安駅、弾きが見つかっている。室町時代の文案元年には、光栄という人物が諸舎した、北ッ元義区伝承に、磯部翌文案2年の、北ッ門文区伝承に、磯部号の文字が見られる。また、文禄4年7月16日の中塚大輔統治行目録に、 194国7都3省、陸号磯へとあり、佐竹義久の領地であったことがわかる。江戸時代には、日立国筑波軍に属し、磯部村と称した。はじめは、佐竹史料であったが、慶長8年から小針半領、源那2年から天領、官営2年からは旗本、本田史料と変遷した。村高は、官営二年時点で九十四国余りで、 年貢米は、総道家島で、打送りした。明治時代の大工小区生家の磯部村は、新張建地下の1872年に、第二大区第三小区に、茨城建地下の1875年5月には、第11大区第六小区に組み込まれた。1878年7月に、軍区町村編成法が交付されると、磯部村は上菅間村連合村に、 1884年には、中須賀間村連合村に加わった。町村制の施行以降は、所属市町村名を変えながら、大技として、現在も存続している。1906年には、高知整理事業認可の申請が、茨城県に出され、1907年2月から、着工した。これは磯部だけでなく、池田、中須賀間 田中まで及び面積158兆、総工費36,125円という菅間村を挙げての大事業で1912年5月までかかった。これにより生産力が向上した。一方、小作量の増大や尊世の運営が不安定になるなどの課題を生んだ。磯部は田んぼでメダカの生息する筑波市では数少ない地域であった。 しかし、2002年中に水路がコンクリートで固められることになったため、地元の特定非営利、活動法人筑波環境フォーラムを中心に、磯部地区のため池や筑波市立筑波西中学校に設置されたビオトープでメダカの保護飼育が始まった。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。総数、個数、または 世帯数、人口、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。